こんにちは、丸山由香です。167センチです。最近お酒の魅力を覚え始めたので、ちょっとカクテルを作りながら自己紹介をしたいなって思います。私はちっちゃい頃から絵を描くのが得意で、よく4コマ漫画とかものづくりとかして、結構それが自分の取り柄でした。それとすごくミーハーだったので、ずっとテレビっ子で、だから音楽が大好きです。音楽は昭和歌謡とかロックとかをよく聴きます。で、楽器もちょっと勤めた経験がありますけど、挫折しちゃいました。最近はジャンルを問わないアイドルさんが結構出てるので、それにすごい興味があって、よく聴くようになしてます。好きな女優さんは麻生久美子さんで、写真集を持ってます。彼女 あのミリ単位で動く表情の演技がすごく好きだったので、一時期女優さんに憧れてた時期があったんですけど、その時はすごく彼女の演技に夢中でした。私の好きな食べ物がカツオのたたきなんですけど、それはもうちっちゃい頃から変わらなくて、でこれから追いガツオの時期に入るので結構楽しみです。じゃあ振りたいと思います。しました。ミスアイリーをイメージしたカクテルです。将来の目標が、自分の考えを世界にみんなに発信することで、誰かの世界を広げられるような存在になることと、あと雑誌とかのコラムを書きたいです。で、最後にお酒の CM に出ることが目標です。以上です。ありがとうございました。乾杯。終わりです。はい。はい。でもいいと思いますけど、あとなんかあります？もしミス ID というものに対してミス ID とか、最近の特にアイドルの業界っていうのが、そのアイドルっていう、その型に収まらずに、ミス ID の、コンセプトっていうか、そういうのが、女の子はみんなアイドルっていう、そこら辺にいる女の子とか、やっぱ生きてるだけでみんなアイドルだなって思って、だからそういういろんな、今最近本当にいろんな形のアイドルさんが出てきてるので、すごい毎日がすごい新鮮だなって感じます。その存在、その一人の女の子の存在で誰かの考えが変わるっていう、そういうのがすごい素晴らしいなって思ったので応募しました。はい、よろしいですか？ありがとうございます。よいしょ。お願いします。